朗読開講する青春のショーは昭和40年小説の泉3月号より愛の一撃最後の写真のシャッターを切り終わったとき、神谷新一は背後を通り抜ける人の気配を感じた。先生、ロビンでお待ちしてるわね。振り向かずともそれが誰であるか分かった。甘くささやくような君原小夜子の声であった。新橋駅からほど近いビル街に小さなスタジオを持つファッションモデルのクラブスミレの事務所である。新進の婦人科のカメラマンとして売り出し中の新一が毎月受け持っている雑誌服飾式のカラーページの仕事だった。お疲れ様。やあ。最後の写真のモデルの挨拶を受けてから新一はカメラや付属の道具類をバッグに背負い始めた。スミレのマネージャー中本が事務所の方からスタジオへ姿を現したのはちょうどそんな時であった。終わったようだな。ご苦労さん。例によって例のごとし、一年以上繰り返すと、この仕事もマンネリになるよ。雑誌社の方では段取りだけつけると、この頃では俺に任せきりで立ち会いにも来ないからね。そりゃ君を信用してるからさ。君のカメラ、うちの女の子たち、洋服のデザイン、三拍子揃ったいい企画ものだよ。中本は、メガネの奥の善良そうな眼差しに笑みを含ませながら、真面目とも冗談ともつかぬ調子で言った。ファッション雑誌関係の仕事は季節に先行する。3月初旬、まだ陽春には間のあるこの頃だが、今日の仕事は初夏のニューファッションがそのタイトルであった。二流どころの雑誌、服飾式の企画には、特にこれという斬新な着想もない。神谷新一にとっては、いわゆる飯の種となる稼ぎ仕事なのだ。ただいつも使うスミレの数人のモデルの中に、先月から君原小夜子がレギュラーの一人として加わったが、真新しい関心事であった。君原小夜子は、中小企業の織物会社の社長を父に持つお嬢さんモデルで、半年ばかり前に入会してから、その派手な美貌と中本マネージャーの庇護によって、着々と売り出している新人である。どうだ神谷、事務所の方でダブっていかないかと中本が意味ありげに笑いながら言った。新一は電通通りにある喫茶店ロビンで待っているであろう左翼をちらりと思い浮かべたが、その一方的な誘いに応じるかどうかまだ気持ちを定めていたわけではなかった。いいよ、30分ばかりな。30分も待たせては悪いだろう。誰よ？君原君をだよ。なんだ、知っていたのか。新一はニコリともせずに言った。その端正な顔つきはいつも勇猛を抱えたような影をとどめている。俗に言えば不愛想な性質だが、どこか暗い精神性をうかがわせるその印象は、この華やかなモデルたちにはかえって好意もしくは同型を持って迎えられている。そして特に熱心なその一人が話題の君原小夜子であった。彼女は僕になら何でも話すし相談しに来るんだな。あの子はいい性質を持っているよ。モデルとしても家庭の主婦となっても。家庭の主婦？ああ、実は話というのはそこなんだ。僕は彼女の父親と懇意でね、彼女の結婚についても頼まれている。そんな話は予想じゃないか。かすかな不快の色が新一の表情に浮かんだ。中本は慌てて手を振った。一人前の君に野暮な説教をするつもりじゃないんだが、僕から見た君原君は見かけほど軽薄な女性じゃないということ、それに君にもそろそろ真剣に結婚を考えてもらいたいということ、この二つを結びつけて考えるかどうかはもちろん君の自由だが、
忠告だけは受けておくよ。新一と中本恒雄は高校時代からの親友だった。万事に世間的な常識の強い中本が自分の生活面で親身に案じてくれていることは新一にもよくわかる。だが新一は今さらその生き方に意表によく通じているモデルたちを結婚の対象に選ぶ気はない。彼女たちは美しい容貌容姿自体を才能として華やかなファッションの形式の世界で生きている人種だ。その世界を一概に虚栄の市場などと決めつけるつもりはないが、美しく派手な名声を追うあまり、ともすれば功利主義の犠牲となって破滅していった彼女たちの多くを新一はよく見知っている。やっぱり乗り気じゃないんだな。俺はファッションモデルは嫌だなと言ってから新一はハッとした。中本の妻もその前身はモデルであった。しかもかつての華やかな生活とは打って変わって、彼女は夫によく仕え、こまめに働き、中本にとっては初代の切り盛りのうまい格好の妻と言える。いや、これは失言だ。君の奥さんみたいに立派な人もいる。弁解とお世辞は結構。中本はまんざらでもない笑顔を見せてから、しかし君はモデル嬢を色眼鏡で見すぎている。身近な環境に素敵な女性がいれば、あえて選択の意思を働かせるべきだと思うよ。わかったよ、そうすりゃいいんだろ。新一の答えは投げやりなものだった。そんな言い方が許されるのも親しい友情への甘えがあるからだ。そして中本はどこか投げやりな口調だった新一の心を見透かすように、いたわりと哀れみを交えたような複雑な眼差しをしている。倉田純子。新一が片時も忘れたことのないその女性の名前を中本もまたその時思い起こしていたに違いなかった。それは若かった新一の心に消しがたい愛の烙印を残して去っていった思い出の女性であった。仕事の終わった帰りがけ、どちらから誘うともなく、新一は君原さや子とこれまでに何度かお茶を飲んだり食事をしたりしたことがある。その程度の付き合いだが、それはやはり新一がさや子を決して不快だと思っていない証拠だった。ファッションモデルとして有名になり出世したいという欲望はかなり強いが、裕福な生活環境から来るものがさや子には貪欲とも言うべきいやらしさはなかった。だがそれだけの印象であり、またそれ以上の関心を新一は彼女に抱こうともしていない。先生、私お願いがあるのよ。喫茶店ロビンで会ってからしばらくするとさや子が不意にそう切り出した。新一は彼女の願いというのがピンときた。5月に新宿の経営会館で大手の紡績メーカーと新聞社の協賛により盛大なファッションショーが開催されることになっている。そのステージには目下現役のトップクラスのモデルたちが選ばれて出演する。ショーの企画実行委員長は服飾デザイン界の重鎮殿村千太郎で、新一の遠縁にあたる人だった。なんだい、俺にできることなら。先生でなければダメ。5月の警戒館のショーのことなのよ。案の定さや子の願い事というのはそれだった。そのショーに出れば若手のモデルは箔がつく。彼女も殿村と新一の関係を知って自分を売り込もうとしているわけだ。新一はイエスともノーとも答えなかった。中本に忠告されたせいもあるが、この女性を観察するにはいい機会だと思った。一杯のコーヒーをゆっくり飲み終えると、外はそろそろ夕闇の忍び寄り始める頃合いだった。先生、お酒でも飲みに行きません？さや子はこびるような調子で話題を変えた。まつげの長い大きな目がしっとりと艶を含んで見開かれている。殿村への斡旋の労を取ってもらうために今度は酒で自分を釣って口説き落とそうというつもりなのか。
新一は彼女の意中を疑った。君、酒を飲めるのか？たしなむ程度。新宿に父の行きつけのお店があるの。今度は私のポケットマネーで先生におごりますわ。酒を飲んでどうするんだい？まあ、お酒を飲むのに決め方が終わりですの？いや、俺だって接待されたって決して負担に思わないたちだからね。そんなこと当たり前ですわ。今夜はただ先生とお酒を飲みたいだけ。ショーのこととは別問題よ。先生が紹介のローを取ってくださるのがお嫌なら、はっきりここで断ってくだされば結構。私は別のコネを見つけて運動します。さあ出かけましょうよ。新一はさよこに促されてやっと腰を上げた。酒を飲みたい気分と仕事の話とは別、そういう彼女の言い分はなかなか割り切れている。それはそれで心よく聞けるが、お互いに符号が重なればそれだけ情が増すというものだ。新一は結局利発な彼女のペースに巻き込まれ、5月のショーのことで剣馬のローを取らされるのではないかという思いに自ら囚われていた。さよこに案内されたバーは新宿の歌舞伎町の裏通りにあった。内部の作りは欧風な重厚な感じで、こじんまりと上品な店だった。新一とさよこはスタンドにかけて洋酒を注文した。バーテンが一人、若いホステスが二人、それに他の客が一人しかいない店はまだ妙に白々しく、一向に浮き立つ気分がなかった。開けたばかりの酒場ってお客がいないのね。さよこはごく当たり前なことに感心し、お客がいない酒場ってなんだか落ち着かないわねと言った。それに答えてバーテンが愛想笑いを浮かべている。父親が常連の乗客であるせいか、さよこもこの店では丁寧に扱われているらしかった。新一はどちらかというと陰気な飲み方である。さよこを意識せずに自分の好きな調子で静かにマティーニのカップを傾けていた。客の立て込み出した8時頃になって、アルコールの回ったさよこはがぜん陽気になった。評判の映画のこと、好きな食べ物のこと、家庭の内情など当たり障りのない話題を持ち出して、彼女はよくしゃべり、たわいなく笑った。ねえ、先生は楽しくないんですの？彼女が酔いに蒸気した顔を添えて開き直ってきたのは、新一がそろそろ引き上げようと思い始めた時だった。それは絡むというほど強い調子ではなかったが、新一は苦笑した。結構楽しんでるよ。そうかしら。女の酒飲みってお嫌いなんでしょ？君は酒飲みっていうほどじゃないよ。確かにたしなむ程度だよ。それに屈託がなくていいよ。まあ先生でもお世辞をおっしゃることが終わりなのね。ごちそうになっても無理にお世辞を言うつもりはないね。先生、失礼ですけどおいくつ？突然さよこの話が飛躍した。見据えた瞳から笑みが消え、ひどく生真面目な表情であった。33だよ。どうして結婚なさらないんですの？めんどくさいからさ。うちの事務所ではみんな噂してますわ。先生にはその昔どうしても忘れきれない人がいたんですって。それ本当なのね？新一はちらりと眉を寄せて黙り込んだ。こう臆面もなく切り出されると、変に陰湿に勘ぐられるよりも不快ではなかったが、先生は見かけは厳しそうだけど芯は優しく古風な人、みんなそう言ってるわ。そういう君はどう思ってるんだ？愛してる。低いが張りのある鋭い語気であった。新一は笑いかけようとして思わず息を呑んだ。それが冗談ではないと気づいたからだ。じっと見据えたさよこの目にひたむきに訴えてくる激しい輝きがあった。まるで怒ってでもいるような真剣な顔だった。新一は
とっさには内心の動揺を抑えることができなかった。彼女の発言は単なる酔いの出任せとは取れない、唐突な愛の告白というべきだった。これは思いがけない成り行きだった。そして新一にはそれに応ずるだけの気持ちの準備もなかった。そろそろ出よう、君はかなり酔ってるんだよ。新一はかろうじてそう言い、勘定を済ませる小夜子をカウンターに残して一足先に戸口を出た。いや、新一は出かかった戸口のところで、その時外から入ってくる女性とばったり出会わせたのだ。あら、失礼。と相手は言った。渋い江戸紫の小紋を着こなした美しい容姿の女性であった。遅く出勤してきたこの店のマダムでもあろうかと相手の顔を見返したとき、新一はドキリと胸をつかれて硬直した。純子。まさかこんなところで偶然に巡り会えるとは思っていなかったそれは倉田純子その人であった。7年前、新一が芸能週刊誌の専属カメラマンをしていた頃、親友の中本恒夫は池袋にあるストリップ劇場 F 座の座付き作者兼演出家として働いていた。学生時代優等生で酒や女に明け暮れるような自堕落な生活とは縁遠かった新一も、その頃には職業柄さまざまな社会を見聞きする機会に恵まれて多少なりとも大人になっていた。しかし中本を通して知ったストリップ劇場の楽屋裏の生活には、何か違った世界へ迷い込んだような奇妙な興奮を抱かされたものである。おしろいと汗と女の大衆の入り混じる楽屋部屋には、儀礼とか対面とか偽装などという人間のベールを投げ捨てた素朴で純朴な雰囲気があった。全裸に近い踊り子たちは出番を待つ間に花札を引いたり、立て膝でラーメンの丼にかぶりついたり、すっとんきょうな声を張り上げてバカ話に興じたりする。初対面の時はひどくよそよそしかった彼女たちも、二度三度と行くうちに新一を十年の知己でもあるかのように親しく扱ってくれたし、新一はそういう彼女たちの底抜けの気安さに温かい心の安らぎすら覚えたものだった。面食いで講談師と見ると夢中で入れ上げる女、毎月の稼ぎをほとんど酒に費やしてしまう女、新興宗教に凝って裸でお題目を唱えている踊り子、どれもこれもまともとは思えない彼女たちだったが、そこにはまた微笑ましい知己や悲しい一途さがあって、笑わされたり泣かされたりする。役者バカという言葉があるが、彼女たちはそんなもんじゃないよ。この世界にいるとこっちまで頭がおかしくなっちまうかもしれないな。僕もそろそろ新しい仕事を見つけようと思ってるんだ、と中本はよく言っていたものだった。倉田純子はそんな頃下座に入ってきた踊り子だった。彼女は初めての舞台出演の日、幕袖で出待ちながらひどく青ざめた顔をしていた。唇をかみしめてじっと何かに耐えている様子には必死な心の姿勢が感じられた。周知。若い女性のそれを見た新一は自分までもが切なく息苦しくなる思いだった。どうしたんだい君。何でもないわ。すぐになれるさ。ああやって平気で踊っている先輩たちだって、初めの舞台はみんな君のように固くなったそうだよ。平気よ。純子はうなじを立てて挑むように言った。その切れ長な目にキラリと光るものがあったのを新一はその時見逃しはしなかった。やがて彼女は振付師の合図と同時に舞台へ駆けるように出ていった。まだ18区であろうか、純子はひょろりと背が高く、肉付きの薄い胸や腰のあたりはまだ幼い少女のように貧弱だった。眉の張った切れ長な目が印象的で、古風な美貌の持ち主だった。新一はその後
そのまま彼女のことは忘れていた。旅行関係の新しい雑誌の仕事が来て、半年ほど目の回るような多忙に追いかけられていたからだ。半年後、ぶらりと F 座の楽屋を訪ねた新一は、倉田純子が F 座を辞めたばかりであることを中本から聞かされた。そして彼女はさらに彼にとって無縁の人となった。それから1年ほど後のことであった。新一は仕事関係の知人と渋谷のキャバレーで飲み、連れと別れてからまだ飲み足りない気分を満たそうとして駅の近くの一軒のトリスバーへ入った。ハイボールを注文してなんとなく周囲を見回した途端、隣の泊まり木で飲んでいた女性から声をかけられたのだ。あの、失礼ですけど、F 座の中本先生のお友達の。はあ、神谷と言いますが。と言いかけて、新一は深い記憶の糸を繰り戻していた。あ、あの時の。倉田純子であった。1年ほど見ぬ間に、豊かに売れ切った女の死体が服を通して眺められた。面差しはそれほど変わっていないが、心なしか目元にやつれた影がうかがえる。今、どこに？キャバレー周りのショーダンサー。自嘲的な言い方だった。今夜は仕事の帰りですか？ええ。とうなずいて、純子は百軒棚にあるキャバレーの名を言い出した。それは、新一がさっきまで飲んでいた店であった。そこで思わず新一は驚きの目を見張った。その店のフロアショーでソロを踊ったのが純子であったことに今更ながら気づいたのだ。司会のアナウンスを聞いていたらとうに分かっていたはずだったが、彼がトイレに立っている間にショーは始められていた。豊満な肉体、情熱的な躍動。2階席にいた新一の席からフロアまではかなりの距離だったが、スポットライトの中で苦労しげに踊り回った彼女のソロダンスは、その技術的なうまさもさることながら、ひどく魅惑的な怪しさを発散させていた。あれが1年前、F 座の幕袖で、周知のあまり悲しみ震えていた少女と同一人物だとは到底思えなかった。そうか、すると俺は今君のショーを見てきたわけだな。まあ、ちらりと周知の色が特徴あるその切れ長な目をかすめて消えた。だが、まともに振り返ったその顔には、もう変に悪びれた色はなかった。私あの時。と言ってから、純子はふと遠くを懐かしみ見るような眼差しになった。あなたに励まされて本当に嬉しかった。急に元気が出たようだったわ。そのお礼を言う機会もなしに F 座を辞めてしまって。礼を言われるほどのことじゃない。本当に嬉しかった。でも随分変わったでしょ。失礼だが貫禄がついたね。子供っぽさがなくなって、実に堂々たる踊り手だよ。すれたのよ。だから飲まずにはいられない。純子はそう言ってかすかに笑った。その口調ははっきりしているが、かなり酒が入っているらしく、その状態がかすかに揺れていた。新一は純子の私生活を全く知らない。だが、キャバレー周りのヌードダンサーに落ちた彼女が、そのやりきれなさをこうして酒に紛らわせている気持ちは容易に想像できた。そっとしておいてやろう。そんな思いで立ち上がりかけると、純子は彼の腕を捉えながら未練を含んでいった。ねえ、神谷さん。どこかで飲み直さない？大丈夫かい？大丈夫よ。純子は威勢よく立ち上がったが、明らかに酔っている証拠に足をもつれさせて大きくよろめいた。彼女がたわいなく崩れ出したのは、その店を出てから少し歩いた頃だった。ごめんなさい、苦しいの。純子は新一に体を預け、今にも吐きそうな声でうめいた。仕方がないなと言いながらも、新一はただの酔いどれ女と軽蔑するつもりはなかった。
心のうさを紛らわそうと、これほどまでに酒の力にすがって生きている純子という女が哀れだった。千駄ヶ谷。通りかかった空車を拾い、手頃な旅館の前で止めさせると、新一は抱きかかえるように彼女を部屋へ運んだ。もちろん彼には朝まで付き合う気などなかった。純子の様子が収まるのを待って、そっと部屋を出ようとした。帰っちゃうの？呼びかけられて彼は慌てて振り向いた。旅館代は済んでる。君はゆっくり休んでいくといい。嫌よ、そんなの。純子はふらふらと立ち上がり、よろけながら彼へ抱きすがってきた。瞬きもせず彼を見守った純子の瞳が涙を盛り上げて濡れ光っていた。そして叫ぶような調子で言った。お願い、今夜は一緒にいてちょうだい。形は酒の上の行きがかりであったが、千駄ヶ谷の一夜が二人の心を急激に結びつけていたのは事実であった。数日後、純子は新一のアパートへ姿を現した。彼の住所を中本から聞いてきたのだという。これお返しします。純子が部屋に落ち着くと、すぐに差し出した紙包みは、あの日新一が彼女のハンドバッグに滑り込ませてきた紙幣であった。しかし。困りますわ、私。だらしがない女ですけど、変な風に思われるのは嫌なんです。それじゃあこの前の約束通り、これでまた飲み直そう。でも。それまで君に預かっていてもらうよ。新一は無理に金包みを押し付けてから改めて彼女を見守った。一人住まいの新一の周辺を気遣ってか、純子は大層地味なスーツを着ていた。だが商売柄、その容姿からどことなく染み出る魅惑的な雰囲気は否めなかった。いや、新一が肌に触れて知った純子の体は、なんと豊かな張りとしっとりした艶を含んだ甘美なものではなかったか。彼は不覚にも今更のように頬のほてる思いがした。その日、純子は彼に問われるままに世間話をして帰っていった。彼女はモダンバレーに憧れて静岡から単身上京してきたのだという。その後は世間知らずな娘のお決まりのコースでヌードダンサーにまで落ち、貧しい実家への仕送りのために荒稼ぎをしているということだった。それからさらに1週間後、新一は純子のアパートへ招待された。何も酒場の高いお酒を飲むこともないなと思って。大した手料理じゃないけど我慢してね。そういう純子の心遣いは、一人住まいの新一にはかえって嬉しかった。そして久しぶりに温かく楽しい家庭的な雰囲気を味わわせてくれた。純子は見かけに似合わず家庭的で、翌朝新一が目を覚ました時にはもう朝食の用意を済ませて待っていた。セーターにスラックス、可愛いサロン前掛けをした彼女の姿は、まるで新妻のようにういういしく彼の目に染みた。ままごとのような朝食だったが、純子の給仕ぶりは海外しく身がこもっていた。意地らしい女、そんな言葉が新一の胸元をかすめた時、彼は不意に突き上げてくる強い愛着を彼女に感じた。それは昨日までの自分には意外なほどの激しい愛の自覚であった。それから3ヶ月ばかりのち、新一は結婚を申し込もうと決意した。すでにお互いを知り尽くしていた。彼は自分のプロポーズが快く純子に受け入れられる自信があった。そしてそのことを親友の中本にも相談している。改めて純子を訪ねた日、新一は彼女の思いがけない話で先手を打たれたのだった。しばらくお別れをしなければならなくなったの。私、アメリカのナイトクラブへ半年契約で出演することになったのよ。え、アメリカへ？そうなの。またとないチャンスだわ。私、今度こそ死んだ気になって頑張る。ねえ、神谷さん、待っていてくれるわね。
純子は瞳を輝かせ、声を弾ませていった。それを引き止めることは、もちろん新一にはできなかった。半年だね。いいかい？半年だよ。君が帰国したら、その時俺たちは、本当に二人だけの新しい生活を始めるんだよ。ええ、嬉しいわ。半年後を約束して、純子は一旦アパートを引き上げて、静岡の実家へ帰っていった。しかし、一月経っても二月経っても、純子からの音沙汰はなかった。新一が彼女の消息を聞き知ったのは、中本の話からだった。騙されたんだよ。と、中本は憤りを込めてまず言った。騙されたなんてよしてくれ。俺は彼女を信じている。いや、騙されたのは彼女の方だ。渡米の話を餌に、坂上の野郎が誘惑したんだよ。坂上というのは、はじめ純子を F 座に売り込んできた、新宿 F 座の振付師だった。かつて、モダンバレエの世界でその才能を高く買われていた時期もあったが、目下は酒と女に身を持ち崩して落ちた軽薄な男だった。そりゃ本当か？君には酷だが嘘じゃない。彼女と坂上は笹塚の方で同棲している。彼女は以前も坂上の犠牲者じゃなかったのかな。これはおそらく腐れ縁というやつだよ。新一は返す言葉がなかった。脳天を打ちのめされたような衝撃と砂を噛むような深い虚しさが彼の若い血潮を苦労しげにかきたてていた。その話が確かならもはやどうすることもできない。純子に会ってその口から事の経緯を聞き取りたいとも思う。しかし彼女が本意してくれぬ限り会うことに意味はなかったし、彼女が今さら自分のところへおめおめと帰ってくるはずがなかった。すべては終わったのだ。新一はそれから激しい昇進を抱えたまま仕事に没頭した。時が経過した現在では、一応それは過去の苦い思い出として眺めることができる。しかし俊一は昔から真面目一本な性格であっただけに、その胸中に押された悲しく切ない愛の烙印は、折に触れて生々しくうずき出さずにもいなかったのだ。新宿の酒場で思いがけなく純子と再会できた3日ばかり後、新一は改めて彼女をその近くの喫茶店へ呼び出した。彼女はその酒場の雇われマダムであった。数年見ない間に、彼女は芳醇な果実のように熟れた女の美しさをまた増していた。お互いに向き合ったまま、ちょっとの間、お互いに口を開こうとはしなかった。ここ数年の様々な考えが、お互いの胸によみがえってきて、すぐには言葉にならない感じだった。ご存知でした？あれからの私のこと。ためらいがちの沈黙を崩したのは純子の方だった。ああ、中本に聞いたよ。ごめんなさい、私。もう過去のことはいい。新一は鋭い瞳を添えて伏し目がちになる純子の顔を伺った。君の現在のことが聞きたい。ご覧の通り、バーの雇われマダムよ。坂上はあれから病気で亡くなりました。そうか。坂上の死を聞いて、新一は何やら心のしこりがほぐれかかる自分を意識した。苦労したんだと、彼女をいたわる気持ちのゆとりなどなかった。そして純子の現在の環境について、それ以上に尋ねることが怖かった。どんなパトロンがいるのか、ただ営業面を任されて、あの酒場のマダムをしているのか、今は純粋な独り身なのか。しかし、そんな気遣いはどうでもいい。純子がどんな環境にいようと、今度こそ奪う側は自分の方だ。ここ数年忘れようと努めていた、生々しい愛情の傷跡が激しくうずき出してきて、新一の心を熱くした。俺は明日、雑誌の仕事で下田に行くよ。
下田で君を待っている。それだけ言うと新一は立ち上がった。途端に純子は不安そうに新一を見守った。いけないわ、そんなこと、いけないわ。ダメな理由が何なのか、そんなことはどうでもいい。やり直すんだ、今度こそ新しく出直すんだと新一は疲れたように自分の心に言い聞かせた。イエスかノーか、その返事は下田で聞く。新一の激しい規制にたじろいて、純子はそれ以上去りかかる彼を追っては来なかった。翌朝早く東京を立った新一は、その日のうちに下田でカメラの取材をほとんど済ませ、次の日の午後には純子の訪れを待つだけの体になっていた。そんな新一の胸の中に、ともすれば浮かび上がってくるのは、あの夜の君島小夜子の唐突な愛の告白だった。酒の力を借りたとはいえ、女の立場でそれを言い切った小夜子は、さぞ一途な思いを凝り固めていたことだろう。あれから小夜子には会う機会がなかった。そして自分は今、下田へ来て純子を待っている。自分には責任はないが、何かしら小夜子に対して後ろめたい思いがする。いや、それ以上に、思っていたより素直でいじらしかった小夜子という女性に対して、好ましい関心を打ち消すこともできなかった。春の嵐を思わせる風の強い日であった。新一の部屋は庭に面した1階の和室で、風が吹きつけるたびにガラス戸がきしんで鳴った。庭越しに見える裏山の竹林が根元近くから幹をしなわせて激しく揺れている。純子は果たして来てくれるだろうか。ひどく落ち着かぬ気分のひとときであった。やがて戸口で人の声がして、ためらいがちに和装の女の姿が現れた。宿の女中ではなかった。一瞬、亀裂の色が新一の面上に張った。来てくれたんだね。純子は無言でうなずき、新一と向かい合って廊下にある遠い椅子に腰をかけた。だがそれは華やかに浮き立つ表情ではなかった。純子は例の切れ長な目に厳しい光をたたえて彼を見据えたが、ふとその姿勢を崩して切なげに顔を伏せた。私、こうして一度あなたと旅行に来てみたいと思っていたの。現に俺たちは来ている。ダメ、私はもともとあなたのような人にはふさわしくない女なのよ。無知でだらしがなくて。君は自分を卑下しすぎるよ。俺はあの時のことで君を恨んでいなかったといえば嘘になるが、今はもう君の過去を責めようとは思っていない。さあ、俺たちは今度こそ本気で出直すんだ。嬉しいわ。でもそれはいけない。あなたも私も無益な苦しみを重ねてお互いに不幸になるだけよ。君に関わりのある現在のすべてを断ち切ってしまえばそれでいいんだ。お互いに信じ合い愛し合う心があれば、君のアパートで過ごしたあの日のように俺たちはまたきっと幸せになれる。それがと言って、純子はかすかに頬を揺らめかせた。今にも泣き出しそうな寂しげな微笑みであった。新一はもどかしかった。ひたむきに訴える自分の切ない思いが、純子の内部の奥深くまで通じていない総称があった。それは数年間にわたる歳月というものの隔たりのせいであろうか。風がまたひとしきり激しくガラス戸を吹き鳴らした。それより神谷さん、あなたのことをお話ししてよ。すると話題を変えるその調子には、よなれした女の巧みさがあった。新一はムッとしたように顔を上げた。何も話すこともないさ。新進カメラマンとしてのあなたの噂、陰ながら嬉しく聞いていたわ。中本先生もお元気でいらっしゃる。彼は銀座にあるファッションクラブでマネージャーをしているよ。皆さん華やかに活躍していらっしゃるのね。そんな言い方はやめたまえ。激しい怒気が新一の口をついて出た。
そんなありふれた世間話をするために下田くんだりまで純子を呼んだわけではないのだ。純子ははっとして顔を上げ、食い入るように新一を見返した。うちの店のお客さんに君原さんという織物会社の社長さんがいらっしゃるのよ。さよ子の父のことだ。それがどうしたんだ。私、君原さんのお嬢さんのさよ子さんを知っています。そしてここへ来る前にそれとなく改めてさよ子さんに会ってきました。何のために。あの晩のさよ子さんのことバーテンから聞きましたわ。私、あの方にお会いしてみてはっきり分かりました。さよ子さんはあなたを真剣に愛していらっしゃいます。それがどうしたというんだ。純子は叱られた子供のように切なげな視線を泳がせてから、私は神谷さんやさよ子さんの住んでいるまともな世界とは縁のない人間なんです。ねえお願い、私のような崩れた女のことなんか綺麗にお忘れになって。それが君の返事なのか。それを言いに君はここまで来たというんだな。新一の激しい言葉に弾かれて、純子はみるみるその目に涙の光を盛り上げていた。手を伸ばせばお互いに届く近さにありながら、彼女は自分に耐えてあえて新一の愛を拒もうとしている様子なのだ。その時だった。庭を横切ってきた 4,5 歳の女の子がガラス戸の向こうに姿を見せてしきりに何かを叫んでいた。ママ何してるの?とその声ははっきり耳にして新一ははっとなった。その女の子が純子をママと呼んでいる。純子はちらりと新一へ静かな視線を投げてからガラス戸を開けた。ゆみちゃん、ママはちょっとお話があるの。風が強いからお部屋で待っていて。子供が立ち去るのを見送ってから新一の方へ向き直った純子の顔には落ち着いた母親らしい穏やかな表情があった。坂上が残していった私たちの子なんです。そうだったのかと新一は肺の中で吐くように言った。純子は崩れた女だと自分を卑下したが、そんな哀れな女どころか新一は子供を抱えてけなげに生活と戦っている強い母親の姿を見せつけられたのだ。中本は純子と坂上の関係を評して腐れ縁と言った。そういう不幸な環境の中で諦めに似た思いを得た純子が今や親子二人だけの生活に真面目な生きがいを感じているらしいことは新一にもわかるような気がした。そして彼女は小夜子と自分を結びつけて考え、本気でその幸せを望んでくれているのだ。新一は深い隔たりのある互いの存在を意識した。小夜子さんっていい方よ。余計なことを言うようですけど、きっとあなたにふさわしい奥様になると思うわ。君は自分を責めすぎている。そう、私って苦しいことに慣れっこになっているのね。苦しみが長く続くと今度は逆に幸せが恐ろしくなる。今の幸せを喜ぶよりその幸せに裏切られる日のことが無性に心配なの。悲しい習性なのね、私って女は。新一は限りない悲しみと憂いに襲われながらそっと純子から目をそらした。風はますます激しくなっていた。裏山の竹林が松葉のたわわな鞘を大きく揺らしながら強い風の暴威に耐えているかのように眺められた。新一はいつまでも揺れ動く竹の茂みに放心したような眼差しを投げていた。